それがアイドル系ってわけなんだよ。はぁ、あーね、次はとびっきりのネタを教えてあげるよ。八百屋さんで働いているモテないさん。その話知ってる。お見合いしたんでしょ。しかも35回目。ママが話してるのを聞いたんだ。モテないさん、先月39回目のお見合いをしたばかりよ。そうなの？情報が古いんだよ、のび太くん。それでどうしたの？それよりさっきのアイドル系って誰？みんなスネ夫の話に夢中になってさ。でもなんでスネ夫はそんなにいろいろなことを知ってるんだろう。だってあいつは大人の話にも平気で参加するし、パパがテレビ局の偉い人と友達だし、うちでもいろいろな情報を集めてるんだ。最先端。絶対勝てこないよ。なるほどね。じゃあ今中さん。先だり。何これ、面白そうな話をいろいろ集めてきてくれるんだ。みんなが驚くようなこの街の情報を頼む。先だり。それでね、奥様。戻ってきた。お、先取り、先取り、先取り。ビッグニュース、ビッグニュース。明日お肉屋さんで豚肉 100g 50円。なにこれ。ママにとってはすごいニュースだろ。そうだけど。先取り、先取り。なんと、グーダ商店に人気アイドルの伊藤翼ちゃん来店、来店。いた、本物だ。ありがとう。いいえ、こんなパッとしない店に翼ちゃんがいるなんて。ここがパッとしないんだよ。つい本音が。この畑がドラマの役作りで必要だったんですけど、理想とする形がなかなかなくて。情報を先取りするといろいろ得するんだね。うん。よし、見てろよ、スネ夫。山田さんの寝言の話はしちゃったし、次はこの話で。新しい服を買ったらお隣のお父さんとかぶっちゃって、その子悩んでるんだって。わかる。のび太。何やってる。みんな僕の話を聞きたがっちゃって。お前の情報なんて時代遅れなものばっかりだろ。そうでもないのよ。モテないさんの話もスネ夫さんより詳しいの。え、モテないさんは先週40回目のお見合いを失敗した。その情報いつの。僕の情報だとモテないさんは失敗したと思ってたけど、昨日電話があって今度相手の女性とデートするんだって。まさか。そんなはずない。じゃあ本人に確かめてみる。よく知ってるね。その通りだよ。僕口下手だけど、そんなところが実直でいいって言ってくれたんだ。のび太さんって何でも知ってるのね。いや、そんな大したことじゃないよ。先取り、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 ご飯よ。先取り、先取り。ルネ、カズキくん、弟と同じ漫画を購入。なるほど。ご飯だって。先取り、先取り。今手が離せないから後で。先取り、先取り、先取り。先取り、先取り、先取り。まだやってるな。情報が次々に来て。サイダーに新しくナスビ味が登場。ほうほう。まったく。
よう伸びた。おお、ジョイアン、来月からお小遣い20円上がるんだって。なんでお前が知ってるんだよ。おはよう、のび太さん。そうだ、しずかちゃんが楽しみにしていたドラマ、湯上がりの恋人たちね。実際は恋人役の二人仲悪いんだって。そんなこと聞きたくなかったわ。のび太のやつどうやって。ネタ集めの秘密を掴んでやる。あと2日まではポイント5倍つくんですって。店長さんに聞いたの。こんなチャンスを見逃すなんて。先取り先取り。また新しい情報が来たぞ。なんだ。モテないさん、初デートは水族館に決定。早くみんなに話さなきゃ。のび太くん、みんな喜ぶぞ。先取り使いすぎだよ。先取り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 。アイドルサミー系結婚秒読みか。こいつだな。最新情報だよ。モテないさん、今度の初デート水族館に行くらしいよ。水族館か、素敵ね。今スポーツジムに通って頑張って鍛えているんだよ。張り切ってるな。もうそれぐらいにしときなよ。それモテないさんがペラペラと話しているの。いや、全部彼から聞いたのね。誰だろう。もしかして。誤解です。こんなに口が軽い人と思いませんでした。モテないさんのお見合い相手だったんだ。今回の話なかったことにしてください。花子さん。私おしゃべりな人嫌い。どうしよう。君が人のことをペラペラ喋るからだぞ。モテないさん、ショックで毎日ご飯も喉を通らないみたい。なんで急に振られちゃったの。のび太が二人のことをペラペラ喋ったからさ。ねえ、サミーの最新ニュース知ってる。もちろん。なんと、先取り先取り先取り。やっぱりおかしい、先取りが1は見当たらない。スクープ、モテないさんのお見合い相手花子さん、会社で怖いと評判。しかも作れる料理は目玉焼きだけ。もううるさい。しまっておこう。どうしたの、元気ないね。モテないさん、ものすごく落ち込んでるみたい。僕謝りに行ってくるよ。一緒に行こう。道具を出した僕にも責任がある。ごめんなさい。謝られてももう遅いよ。元気出してください。花子さん、会社で怖いって評判らしいですよ。そうそう、料理も目玉焼きしか作れないって。そんなの直接本人に聞かないとわからないだろう。会社で怖いのは仕事に真面目だからかもしれない。料理だって忙しくてやる暇がないだけかもしれないじゃないか。あんないい人いないよ。モテないさん、ごめんなさい。ちゃんとあなたのお話聞くべきだったわ。水族館に連れて行って。私お魚大好き。僕は花子さん大好き。よかった。これもみんなに報告する。やめておくよ。どこまで行ってんだあいつ。先取り先取り。みんなが腰を抜かすような情報じゃなかったら許さないぞ。トップシークレット、なんと。あ、先取り先取り先取り。どこ行ってたんだよ。スネ夫が大号泣、助けてくださいと涙の謝罪。
スネ夫の家にいたみたいだね。でも助けてってどうしたんだろう。助けて。絶対誰にも話しませんから。許して。スネ夫のやつ何を知っちゃったんだろう。知らない方がいい情報もあるってことだよ。先だり先だり。